どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日の動画のテーマは、アーチャークイーン、まあ、ヒーローですね。ヒーローが、修理中っていうかアップグレード中の、クラン体制はどうするかといったことを話していきたいと思います。今私ちょうどですね、アーチャークイーンが、レベル14に、アップし中なんですけれども、まあ、その時のクラン対戦、アーチャークイーンがいないとかなり、攻めるその攻撃力っていうのは落ちてしまいますよね。まあ、そういった時にどういった、編成で、まあ、星を取っているのかというのを、まあ、紹介したいと思います。まあ、もちろんそのアーチャークイーンいないと弱くなるんで、その時短をするっていう人もいるかもしれないんですけども、まあ、私時短はちょっと、する余裕がないので、まあ、実際そのヒーロー一体で戦うことが結構多々あるんですね。まあ、そういった時に、まあ、どういった編成しようかなって結構悩んだ時に、まあ、私の場合は、ゴレイズペッカ5ワイププラス、まあ、ババリアンキングで、まあ、応用しています。まあ、というのもやっぱりそのババキンがいないのかアーチャークイーンがいないのかで、まあ、もちろん編成変わってくると思うんですけれども、まあ、5ワイプだったら、ヒーロー一体かけてもですね、まあ、結構強い安定した、攻めができるんじゃないかなと思って、まあ、5ワイプを使ってます。まあ、ネクロマンサーを組み込んだ5イーウィは自分的にはヒーローが結構重要になってくるかな、火力的にヒーローの重要性が高まるので、まあ、ヒーローがいないときはですね、できれば5ワイプがいいかなと個人的には思ってます。で、気持ちですね、ペッカを3体とペッカを少し多く加えることで、まあ、ヒーロー的な役割を担ってもらっています。で、気をつけていることとしてはレイジですね。レイジをかけるときになるべくペッカ、多くのペッカとヒーロー、バーバリアンキングですね、この4体がなるべく、レイジにかかるようにですね、かけることによって、まあ、その力をですね、まあ、十分に発揮できているんじゃないかなと思います。リプレイを見ていきたいと思いますね。まあ、やっぱヒーローは常にいてほしいんですけれども、アップグレードもしたいですよね、もちろん。はじめに援軍処理をしていきます。援軍をしっかり釣らないとですね、まあ、ペッカとヒーローが、再度流れてしまったり、その援軍、処理にですね、やっぱペッカとかは一撃一撃がでかいので援軍の数にやられたくはないですよね。今回全部は、釣り出すことできなかったんですけども、まあ、大方、アッチャーとかは処理できました。でその後に普通に、ゴーレムとウィザード投入して、ペッカとヒーロー、まあ、計4体ですね、まあ、投入していきます。まあ、残りのウィザード出てきたんですけれども、まあ、難なく、処理できましたね。ちょっと、最後までちゃんと釣りたかったですけれどもね、まあ、援軍処理に使うこちらのユニット数っていうのもかなり、悩みますよね。悩むところですよね。ここで、レイジ2発目ですね。しっかりそのヒーローとペッカが全て、入ってるのを確認しています。こうすることでかなりの火力が、できますよね。火力を、保持することができるので、ここでレイジ使って、まあ、壁破壊してって感じです。1体ペッカが脇にそれちゃったんですけれども、まあ、それは仕方ないかなって感じです。で中心部も破壊して残るは外周だけですね。まあ、今回ですね、この、攻めは実際ですね、100% 破壊はできなかったんですけれども、90何パーですかね、96% ぐらいだったかな、もうギリギリのとこで、まあ、ダメでしたね。やっぱアーチャークイーンいれば、これぐらいのレベルのベースだったら 100% は余裕なんですけれども、そうですね、援軍が最初しっかり釣れてれば、いけたかなっていう気はしますけどね。でも援軍をしっかり釣るためにあともう2体、ホグライダー釣れていくかって言われたらちょっと厳しいかなっていう気はしますね。はい、あとはもう早送りで見ていきたいんですけれども、ま、ちょっと足りなかったって感じですかね。あともう少し何かしら、運良ければ星3つ取れたかなって感じなんですけど、 96% で終了ということでした。まあでも攻め方としてはですね、まあ概ね間違ってないかなという気がしますね。ヒーロー1人いない時に、まあ、どういった攻め方をしてすればいいのかっていうのはですね、まあしっかり考えた上で、まあ、そういうのもだってリアルな話実際大事ですよね。なんで、もしですね、ヒーローいない時はこの戦法がいいよっていうおすすめがあればですね、教えていただけると幸いです。では今日はこの辺で、バイバイ。